はい、どうも、トーガです。やってきました。ガンダム UC カードビルダーですね。やってきました。まあ、あれですね、前作の力の違いは、カードがとりあえず、このパイロットカードと、モビルスーツカード、メカニックカードかの2種類だけということですね。前作だと、武器カードとか、盾カードとかカスタムカードとかいろいろあったんですけど、まあ今回からこの2種類のみになったというのがまあ大きな違いですね。はい、まあ賛否両論あると思うんですが、自分的には全然こっちの方がいいですね。やっぱ違う動画で言ったかもしれないですけど、高いお金払ってね、ザクマシンガンとかね、なんか盾とかね、そんなカード出てきても嬉しくないんで、個人的には嬉しいです。はい、あと前作と大きな違いはあれですね。前作は確か連邦とジオンのどっちかに分かれて戦ったんですが、今回はそういうくくりは一切なくて、どうも普通に、まあ、例えばジオンのモビルスーツに連邦のパイロットが乗ったり、その逆も全然大丈夫みたいですね。はい、あとはあれがなくなりましたね。母艦がなくなりましたね。前はあれ、ゲーム開始前に確か母艦をいろいろ、ホワイトベースだとか無彩だとか、そこら辺をいろいろ選べたんですけど、それがなくなったんで、その影響でブライトとかマチルタとか、そうですね、レビ、なんだ、ギレンとか、そこら辺のキャラクターがどうも今のところカード化されないんじゃないかなっていうのがありますね。ちょっとそこら辺人気キャラもいっぱいあるんでね、ちょっと残念な気もします。はい、まあこれからのバージョンアップでどうなるか分かんないですけど、そんな感じですかね。大きいところは戦闘面はもうかなりちょっとまだ分かんないんで、はい、とりあえずさっきから見せてるのこれがスターターパックに入ってるやつですね。はい、これはどうもこのファットメタスはどうもスターターパック限定らしいんでね。はい、でまあちょっと最近違う日にちょっと一回もやってきてカード出てたんで、それをまず紹介しましょうか。アックガイですね。はい、ザクタンク、ガンタンクで、ジムストライカーで、アンコモンのゼータで、今回の初の光モンはこれですね、リックディアスです。はい、とりあえず、じゃあ、ここから開けてみましょうか。12パックですね。はい、4パック出たところで、カードゲーになりました。はい、というかで、どのくらいの間隔で光物が出るのかがちょっと全然まだ読めないんで、けどまあ、8パックやれば出ると思うんですけどね。はい、とりあえず、パイロットカードがまだ2枚しかないんでね、ユニットが作れないんでね、これ以上。とりあえずパイロットカードが欲しいです。はい、あっと言ってできないパイロットカード出ました。誰だか知んないけど、うん、外伝か。はいはい、ゲームかな確か、ダグシュミット。おっ、2枚続けパイロットカード、サンダース第 08MS 招待ですね。はい、アンコモンだ。お、リックノムですね。はいはい。はい、4パック目は、さすがに今回引かなかったですね。はい、ジェリドメサ。はい、これ、一応声、ボイスあるんですけどね、ただし、正規の声優さんがやってるのかどうかちょっとまだ確認できてないですね。なんとなく周りがうるさかったっていうのもあるんですけど。誰かな？フレッド・リーパー。これも外伝か。はい。
これでパイロットカードそこそこ揃ったから、ユニットは結構組めんな。アンコモン。お、ダブゼータだ。おいおいおい。トリプルゼータか。多分、ガンダムチームかなんか作ると、なんか、特定の組み合わせでなんかいろいろなものが発動するらしいですね。はい。あ、いきなりダブった。チェリードメサ。はい。あ、なんか光ったな。よし、最後にしとこう。もういきなりダブりかよ、もう。モビルスーツは多分重複で何枚でも同じカード何でも使えるんですけど、だろうけど。パイロットカードのダブリは本当ね、どうしようもないね。ジェガンですね。はい、逆シュアーです。ボール。まあ本当これはもう、空飛ぶ棺桶ですね。はい。はい、ラストです。そうっすね。あ、ガイアだ。はいはい。ミッションモードで、ね、マッシュと当たったんですけどね、あいつがまあ攻撃を避ける避ける。超ストレスが溜まりましたね、あれは。ちょっと。なんであんな攻撃避けるかな。こう。では、2枚目の光のは何かなと。レアかな、数レアかな、それもわかんねえ。はい、レアですね。レアですかね。そうだよね、レアね。はい、ガンダム、陸戦型ガンダムですね。はい。地上か。はい、まあ今回はこんな感じでしたね。はい、ゲームというか、全国対戦はね、しばらくとはカード資産がたまんないとね、無理ですよね。とりあえず、最大でこれゲーム確か18枚カード取るができるんですよね、多分。トルーパーだ、ストライカーだ合わせると。それ集めるのも大変ですわ。はい。とりあえず、まあ、ぼちぼちやっていこうかなとは思ってます。はい。まあ、ちょびちょびカード動画、開封動画あげるかもしれないんで、その時またよろしくお願いします。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。